サガフロンティア。さ、やっていきましょう。こちらのゲームですね、僕の思い出としては、初めてクリアしたゲーム、サガ系ね。まあ、ゲームボーイから始まって、サガ系あったと思うんですけど、唯一、初めてクリアしたものがこちらのゲームなので、かなりね、馴染みの深いゲームとなっております。これが、最近リメイクとしてね、プレイステーション4で出てましたので、購入しました。まあ、ちょっとね、楽しみでやっていきましょう。さあ、ニューゲーム。さあ、まずね、主人公を選ぶんですが、まあ、懐かしいね。僕は、どれだろう、アセルスをすごく好きで、やってたような気がする。もう本当に覚えてない。まあ、クーンかな、クーンちゃんが、モンスターの肉を食べると、どんどん変化してって、ステータスとか上がって、技とか特技は覚えるんだよね。生まれ育ったリージョン、マーグメルは、それ寿命が尽きようとしている。崩壊が間近だ。これをなんとか食い止めたのがたった一個の指輪のパワーだった。その指輪の兄弟は連れる旅に出る。大切な故郷を救うために。さあやっていきましょう。この主人公で始める。追加要素なしあり。どちらのモードプレイでしますか？追加要素ありのプレイをお勧めします。追加要素ありを選択すると、新たな要素が追加され内容がプレイ可能です。また一部のイベントや演出やシステムにおいて原作とは異なる部分がありますことをご了承ください。ってことで、新しいね、追加要素のありの方、やっていきましょう。いや、楽しみだな。サガフロンティアシステムデータ。システムデータなんて必要ないって、そんな、いるでしょ。セーブをなしでやるってことでしょ。サガフロンティアシステムテープを策定します。まず、あなたの名前を教えてください。高吉、入力完了。高吉に設定します。高吉さん、あなたの星座を教えてください。僕の、星座はムーさんと一緒なので、お羊座ムーさんと一緒なので、こちらお羊座ですね。血液型O型。すごい細かい、こんな設定あったっけ。あなただけのデータです。大切にしてください。わかんないよ、同じ O 型でお羊座の方いるかもしれないよ。高吉って名前で。オートセーブの実行中は右上にアイコンが表示されたり、その際は電源を切ったりアプリケーションを終了したりしないでください。はい、では早速やっていきましょう。楽しみ。いや、本当になんか忘れてるから、一からのね、新鮮な気持ちでちょっとやれるかな。あ、でもグラフィック的にはあんまね、当時のサガフロンティアとちょっと変わんないような気がする。うわぁ、びっくりした。うわぁ、地震が。起きて、さあクーンちゃんが、かわいい。僕はクーン。ここマーグルムで暮らしてる僕っ子なんだ。マーグルムは昔美しい世界だとばあちゃんがいつも言ってた。今はなんかすごい荒廃しきった、感じだよね。でも僕らは生まれてからこのずっとこのマーグルムしか見たことない、美しい世界を見たことないんだよね。マーグルムは死にかけてるんだ。全てのものには終わりがある。ばあちゃんは死ぬ前に言ってた。だから悲しむことはない。僕はまだちっちゃかったからばあちゃんが何言ってるのか分かんなかった。それでもばあちゃんが死んだ時は涙が止まらなかった。まあそうだよね、生き物、生きてし生きるものも星も全部終わりがあればね、始まりがあれば終わりがある、そんな感じ。おっと、早い。ちょっと待って、いきなりメニュー。メニューが四角ボタンなんだ。で、セーブが三角と R2。すごいな、これでクイックセーブなんだね。君誰？私たちバトルの誘いを待ってます。仲良し姉妹、バトらない？何これ？うん、レッツバトル。何？いきなり始まんの？あ、これこれ懐かしいね。尻尾、WP1、おげき、3、毛づくろい。これ多分ヒットポイントを状態上回復するんだね。じゃあ尻尾攻撃、ラモックス尻尾37。あ、強いね結構。う、強いね結構。ちょっと初期に出るモンスターにしては強くないか。攻撃いきましょう。あ、これ範囲攻撃なんだ。でも範囲攻撃といってもあれだね、みんなにダメージ与えないね、この2人。アーノさんで
何があるのこれ。 R3 で何があるんだ。攻撃やねよりも猫魂スタンが来るんじゃないこれ。危ねえ、ナイス、オッケー。あ、スタンしてしまった。じゃあ尻尾攻撃の方が強いから尻尾攻撃やってみましょうね。ナイス。あ、懐かしいねこの音楽。さあラモックスを吸収しましょうかね。一番そのエルフショットを吸収したっていうようにモンスターを戦った後にモンスターを吸収すると相手の特技とかをこう吸収できるんだよね。使えるようになるんだよね。人が服を着るように僕らはモンスターを自在に姿を変えることができるんだ。裸ってことね、こいつはね。クーンちゃんがたち裸。長老が探したよな。また何かやったの。何何かやったってことは何、毎回やってるってこと。いたずらっ子なのこのクーンちゃん。お、早い、めちゃくちゃ早い。さっきよく濡れたね。なんか今までのサガって戦闘を重ねば重ねるほど敵がね強くなってるって感じなんで。早いな長老の様の家、早いな。はいで、はいで、はい、すいません、失礼します。あ、長老様こんにちは。本当に幸い、むちゃくちゃ言ってるのはめちゃくちゃ自筆ってるじゃんねえ。やっぱお前いたずらっ子だろくん。挨拶しないとまた怒られるぞ。おはようございます長老。挨拶は良い。ドキュアつきようとしてるんだ。何？何がつきようとしてる？お前も知っての通り、マーグメルはもう長らくは持たん。いや、本来ならすでに崩壊してるところだ。この指輪を見よう。力の魔力のこもった指輪だ。今は亡き種族の遺産であろう。この指輪に念を込めて、マーグルメムを咲かされてきたが、もう、あ、何？その指輪で、この世界、マーグメルの世界を支えてきたんだ。あ、保ってきたんだね。何？かわいい。こっちおいで。長老様かわいいね。おじいちゃんだけど見た目。お、やったぜ、指輪手に入れた。あれ、内側に何か掘ってある。集める、私の弟、作る、あなたの願い、我が兄弟を集め願いを叶えよう。そのこの弓輪に兄弟があるならばその力を集めてマーグメルを支えることができるかもしれない。この指輪をお前に託す、兄弟を集めよう。あ、この指輪の各指輪を集めてこいってことね。何これ、幸いあるリージョンの近くに来ており、ここから旅を始め。早いな。そう、どうして僕を選んだんだ。さっきの姉妹のも良かったのにね。夢を見たのだ、あの夢、マーグメルが見せた夢だ。さあ行け。理由になってねえよ。理由になってねえ。早い、かわいい、かわいい。くんちゃん、くんちゃん人間化した、擬人化した、かわいい。くんで大丈夫、不安なのか、不安なのかよ。うわー、あ、懐かしいこの音。なんだろうな、にぎやかだな。酒場だよね、確かここ。シナリオ、守りの指輪が更新されました。さあ、ここに何があるの？あ、懐かしい。そう、酒場ね。あ、ゲンさんがいる。あの最強と歌われたゲンさんじゃない？人型の犬が見えるかさすがに飲みすぎたが、僕はこう犬じゃないよ。シッシー。あれ、ゲンさん仲間になれないの？君ロボット。ね、指輪知ってる。人間などが指輪にはめて飾りとする貴金属製の指輪、宝石などをはめ込むね、すごい物知りね。こういう指輪知らない？データなし。ただし刻まれてる文字はサムナ文字。サムナ文字は主にモンスターにより使用されている。そんな文字今時使ってないよ。新情報。あ、これで仲間になるかもしれないってこと？いやでもな、ちょ、なんか性格悪さやめとこう。ゲンさん仲間になるの？ゲンさん欲しいな僕。これエミリアちゃんじゃない、この子ね。指輪どうかしたの？指輪を探してるな、こんな。偶然ね、私の指輪探してるの。頭どっから来たの？僕はこのマーグメルから来たんだ。あの辺に。あ、もうないか。そんな消えちゃったね。マーグメルはふらふら動いてたまたまこの近くに来たんだよ。マーグメル、混沌をさまよう。リージョンがあるって聞いたけど、本当だったのね。偶然って言ったけど、そうじゃないわね。指輪が引き合ってるんだよ。指輪の兄弟が集まりたいと思ってるんだわ。私と出会いがあったんだ。お姉ちゃん指輪のこと詳しいね。また、あ、メーレンちゃんね。指輪どうしたの？マグメル壊れちゃいそうなんだ。だから指輪を集めて何度かなんないかなって。壊れる？うん、寿命だよ。だから仕方ないけどね。星が壊れるから、その指輪を使って直そうとしてるんですけど、大変なことなんですけど。そうに、私、お、マグメルを守りましょう。お、なになになに、いいじゃない。どうやって集める？ちょっと貸してくださいとお願いするんだよ。そう、くんくん、あれだな、素直すぎるな。
それにさっきみたいな簡単に指を見せてもダメ。悪いやつもいるんだから。はーい。メーネー悪いやつってどんなやつ？まいったわね。じゃあ悪いやつに会いに行きましょう。運悪く次の指輪の持ち主はひどいやつなの。へえ、悪いやつにひどいやつか。メーネー強制的に仲間になったの？あ、こいつは強制的に仲間なのかな、メーネーちゃんは。あ、アセルス、リュート、この子。兄ちゃん変わった格好だね。そう、お前に言われたくないよ。お前に言われたくない。そう、僕くん。俺はリュートってんだ。スクラップの酒場で変わったやつに会った。わあすごい。そっか、ありがとう。くんはこんな埃っぽい町で何してるんだ。埃っぽいのこれ。うん、指輪を探してるんだ。くんは適当な説明をした。いいじゃない。ちゃんと守ってるね。さっきのこと。メリーちゃんのこと。指輪集めか、面白そうだな。ちょっとついていってもいいか。うん、あ、ちょっと待って。強制的に困るんですけど。これ5人までしか仲間になんないんだよね。確か。この子誰？指輪じいてる。私はシュライクから来たんだ。シュライクは指輪にまつわる昔話が残ってるよ。行ってみたらどうだ。シュライクに、あ、君はね、モブキャラなんだ、ただの。ゲンさん仲間になんないのかな。あの、最強と言われたゲンさんと仲間にしたいんだけど。この子らは仲間になるの？あ、話しかけれない。この気持ち悪いモンスターも話しかけれない。なんだ君は。なんだ君は。なんだ君は。君は話しかけれない。ってことは、ロボットを仲間にしないといけないのか。ちょっとこまめにがセーブが大切なんで、クイックセーブします。クイックセーブ。どうしような、仲間にするか。こいつなんか機械だから、あれだよね、敵のモンスターが、機械系のモンスターが落としたものを、素材をつけるとパワーアップするっていう感じだよね、確か。うー、ゲンさん仲間にしたい。こいつ仲間にしないと、多分ゲンさん仲間にしないと思うんだよね。できないと思うんだよね。まあちょっと3人で行ってみようかな。まあ今はゲンさん諦めるとして。おゲンさん？犬子どこ？やっぱーゲンさんが仲間になった。マジで。ちょっとステータスを見て、メイレンちゃんは、あ、重慶ね、メイレンちゃん。なるほどね。リュウト君は、剣かね、片手剣ね。ゲンさんも片手剣だよね。そうだよね、ブロードソード。何か持ってるのかな？クンちゃんは守りの指輪を装備して、あれ？あ、何者ね。あー、はい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 。防具がね、ここ。じゃあ、早速行ってきたいんですが、なんだこのプラス。ここ何これ、宿屋。あ、はいはい、宿屋ね。ヒットポイント回復。ここはシップ発着所。カバレロ事務所。あ、なんか勝手に入っちゃった。カバレロさん、考えは改めていただきましたか？あ、この人が指輪を持ってるってことね。指輪を譲っていただけますか？改めるのはそっちだよ、セイニオリータ。俺は金なんかいらないって言ってんだ。ただ、あんたと一緒に。いや、モテるね。いやー。モテるね、エメリアちゃん。エメリアちゃんだっけ？わかっ、お、マジで？マジで一夜ともすんの？おい、正気か？正気か？正気の沙汰だにいいぜ。約束を守るやつには見えないぜ。くどく時には何でも言うもんだぜ、男っていうのは。なんかすごい知り尽くしてるね、男。ここで押し問答していても指輪手に入らないわ。それにクンにとってすごいいい人だね。初めて出会ったばっかなのに、そんなに自分の身を犠牲にしてまでやってくれるんだ。大丈夫は貸して。でもこの子も指輪集めてるって言ってたから、なんか自分にとってもプラスになるから、こういうことするのかな。さあ、やっとする気になった方、俺も男だ、がっかりさせて、僕も一緒に混ざりたい。あ、違う、余計なこと言うな。物は工場の方にあるから、そっちへ行こう。工場の方に行って、何やこいつら、後ろもいたんか、お前らも敵だ。あれやばいぜ彼女。そうだな、やるか。あの兄ちゃん、工場の情報集めてきて。おい兄ちゃんか、お前は作戦を立てたら、よし来た。はい、あ、何何、本来こいつも仲間にしないといけないのかな。君も来てくれる？はい。 T260 が仲間になった。まあ仲間しなくないよね。5人で行けばいいもんね。4人より5人で行った方が心強いもんね。さあ、僕は何しようかな。ガバレロ事務所入っても意味ない。そのまま突っ込んでちゃダメなの？いけない、何もない。こっちはガバレロファクトリー。あー、なんかこっちに行かないといけないような気がする。こっちは何なんだこれ。ジャンク屋。あ、ここで、あの T260 の素材を買って、3個で300レジット、料金は選んでくれ。あー、そういうことか。何をもらえるか分かんないってことか。勝手に入っちゃダメ。あ、わかりました。すみません。怒られちゃったな。
じゃあ先にこっちガバレロファクトリー行くのかな。ガバレロファクトリー、よその敷地に勝手に入るな。ちょっとどこ行くのよ僕、どこ行きゃいいの。シップ発着所は、お、お姉さんこんにちは。今度クロンへのシップドライブを始めたんだ。クロンへ行くよ。高っ、高すぎるだろう。無理じゃん、一生出れへんよ。300クレジットもないんだよ。宿屋はどう、情報あるかな、ちょっと教えてください。10クレジットリーゼ。いや金ねえよ。いやかしか、ひどい言い方だな。ひどいよね言い方が。おい大丈夫か。ちょっとどこだろう、どこ行けんの。カバレロ事務所なんかないかな。カバレロ事務所、あいつが座ってたところになんか隠してとか、指輪を。何もない、先に行けない。全然情報が集まんないですけど、ゲンさん。おい犬子、お前も準備しとけ。準備 OK ですよ。お、来た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 、都合のいいな。都合がいいな、おい。ちょうど来たね。ガバレロは工場は十字路上に対して知ってるよ、それくらい。さっき言ったけど追い払われたんだけど。正直正面は用心棒たちが囲まれてるらしいが、裏は警戒してない。犬子と兄ちゃんは犬子じゃないよ、食うんだよ。僕食うん、ゲンさん。正面の兄ちゃんは、お、かっこいい、ゲンさん。ゲンさんかっこいい。さあ仲間を救うために即席でできたパーティーね。もう昨日今日ね、知らない人で、後ろ向いて歩いてるやん。ガバレロファクトリー、そんなパーティーでガバレロのとこかっこいい、ゲンさん。すごい色、いっぱい色のモンスターがいるね。ゾウがいるの。あ、リュウトここにいる、左上。さあえらい短縮化してくれるね。観念するんだな。やめて、触らないで。早いな、おい早いな、気が強いな。メーネンちゃんね、メーネンちゃん助けに来たよ。メーネン大丈夫、助けてきてくれたね、ありがとう。あなたもありがとう、別に助けはいらなかったみたいな。強いもんね、メーネンちゃん。そんなことないわよ、指輪はカバレロが持ってるみたいね。お、これでカバレを追わなきゃ。何このお金、これ拾える。400クレジットやったぜ。何もない、さあ外で行く。あいつら工場の中に入っちまったぜ。待ち伏せが予想されます。まあそらそうだろうね。そらそうで、めちゃくちゃ行くところいっぱいあるんだけど。これ何、ここ、ここは、あ、こっからも入れるってことね。待てよ、アイテムがあるかもしれ、あったぜ、くっくりと。さあここは、あ、お金がある。さあクレジット、あれクレジットいただき。ぬすっとだよな。ぬすっとだよな、本当に。逆に人のところに入って、でもあんなところに置くやつも置くだけで置くやつだよね。くっくりとを手に入れたので、ちょっと装備しようかな。装備武器、ゲンさん語った件だよね、ブロードソード。くっくりとは攻撃力10、刀技。あー弱いんだな、くっくりとのが。あ、バックパック装備したいね。アイテム回復するわけでしょ。なのでくんちゃんに、あれ何も装備できない、くんちゃん。あ、そっか、こいつ装備できないんか、バックパックとか。さあバックパック装備して、アイテムも自由に使える、まあ、これでいいでしょう。さあ乗り込んでいきましょう。おー、びっくりした。うわーなんでやねん、ちょ待って、おかしいだろ。先生こいずるい。さくん、うん、何これ、フロントバック、あ、後ろに下がる。まあ全員前でいいでしょう。さバトル開始。くんちゃんちょっと違うよね。そう、これ上から射撃されるんだよな、上から。なので上の敵を倒したいところなんですけど、エルフショットどう、台風し魔法の矢を放つ、まあいいでしょ。尻尾でロケット弾、ボーイナイフ、あ、こいつ技何も覚えてないのな。攻撃、おー、すげえ、やっぱゲンさん強いね。ゲンさん強い。切り返し、ソードアタッカー、攻撃、切り返し、あ、強い、ゲンさん。ゲンさん強えな。さあ来た、ソードアタッカーを覚えて、エネルギー充填完了。ヒットポイント、ヒットポイントアップ、ヒットポイントアップ、技がアップ。運動性がアップ、クイックがアップって素早さが高いってことね。ヒットポイントがアップ、 OK、 まあ、っていうようにモンスターを攻撃したら攻撃した分だけ強くなるっていうシステムなんですよね。普通のロールプレイングと違って敵が倒して経験値をもらうっていうような感じのゲームではないので、
なのでステータスをアップしたい時には敵と戦わないといけないんですが、あんまりにも敵と戦いすぎると、なんだろうな、敵がどんどん強くなっていくんだよね。なので少ない回数でできれば戦闘を終わらしたいところなんだけど、ここ絶対当たるな。さあ、まあバックアップいいでしょう。上から狙われないから大丈夫だよね。さあ尻尾ロケット弾、まあ攻撃でしょ全部。さあ切り返しロケット弾、いいじゃない、ナイス。たくさん強いね、あの機械 T260。 機械って違うんですよ、機械って言っちゃうかね。丈夫さ、耐久力、筋力、パワーがアップね、力アップね、ヒットポイントがアップ、技力、まあ、NP ですね、ドラクエでいう運動性、素早さがアップ、知力、賢さがアップ、6クレジットを手に入れた。さあ行きましょう、どん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 行きましょう。あんまりの早く走ると、ほら来た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 、できればちょっと逃げていくか、あ、もしかして嫌なのか、あ、OK 大丈夫、あ、立っちゃうね、残念。ちょっと待って、あれだよね、見た目がね、ハゲたおっさんだったのに、いざ戦ってみるとこんな可愛いお姉ちゃんだよね。アクスボンバーね、全然違うけど。このキャラグラ何？このキャラグラの違いよ。中身は女の子だったっていうね。はい、ヒットポイントアップ、いいじゃない。ただモンスターと戦いたいな、できれば。そうしないとくんちゃんの強さは上がらないので、ここは何、あ、いいねいいね。ん、なんだあそこ、あそこに何か置けってことね。でこれバターってなって、あのモンスターを倒すってことになるから、はい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 、こういうことね。これを持って木箱をどけるって感じね。はい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 、これもう動かせない、なるほど。ってことはここもいじらないといけないってことだね。さあ、お、いいじゃない、ナイス。さあ敵をバチコリやって、さあ下に下がると、できれば、あー危ない危ない、さあ逃げていく。でこっちに行けるようになったと、木箱をでこもって、ここの上の敵を、そう、そこ、いや違う違う違う、なんでそこ、いいね、何もないんかい。え、ちょっと待って、違うな、お、うわーい、ちょっと待って、引っ掛けか、あそこ。さあ、中身、見た目はね、スキンヘッドのね、サングラスの怖い兄ちゃんでしたけど、中身は、はい、可愛い女の子っていうね。はい、ちょっとね、キャラグラしっかりしてよ。キャラグラしっかりしてよ。さあ尻尾、まあまあ普通に攻撃していけばいいでしょう。切り返し、いいじゃない、ゲンさん強え。さあゲンさんの技力アップ、気づく薬ももらって、あれ、じゃあここって、おいしょ、あ、はい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 、なるほどね、あー、わかったわかった、バツバツ、わかったわかった、これ2位で押さないと、おっと、なんか斧が出てきたよ、キャラグラで、スキンエンドのキャラグラで斧が出てきて、やばい、これを繰り返すとちょっとまずいね。やっと意味がわかった。さあロケット、退却してないのけど、僕、さあ待って待って、ここで落ち着いて、ここ、先箱をし、え、嘘。ちょっと待って、どういうこと。さあゼノを吸収できるんですが、ゼノを食べて牙を吸収した。おっと、姿形がかや人でなってもうた、初吸収、トロフィーを獲得した。ちょっとやだな、この格好、かわいいくんちゃんがあんな人手みたいな格好になってなるんだったんだけど、ちょっとこれどういうことなんだろうな。これうまく人のところ行くのかな、ここ違うんかい、あ、来た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 、やっぱそうじゃん。でこれで援護射撃がなくなって、さあ今度は、あ、こっちかな、これで上のやつを、そうだよね、ここでどかして、とにかく上にいるやつをどっかにやっとけばいいよね、こういう感じで。でここはなんだ、ここ右行ける、右行ける、あー、これさっき言ったところね、はい、ごめんなさい、すいません、失礼しました。あ、よかった、こいつが復活してない、
でもってここをさらに行きたいんだけど、こいつがいるよね。やっぱりさ、モンスターが来て、お、機体を新しく、骸骨。まあ、でもあれだよね、本当に。こうやって敵のモンスターを吸収して敵の技を使えるっていうのは、結構こう、このゲーム革新的だったよね。こういう、この世代の時のゲームね。うん。うわ、早い早い。早いぞ、スキンヘッド。さあ、でもって、はい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 。ここで、これを、やって、さあ、ここの、クレーンで木箱を拾って落とせば、このどっちか潰せるってことでしょ。あ、やっぱりこいつを潰せて、じゃあこれでボスに行くと。さあ世紀の対決、くそー、ここから本番だ。いけー、あれ、いけ、誰、君、誰だ、君、君誰だ、ボス逃げた。さあクーンちゃん行きましょう。くんちゃん長い骨になったからちょっと嫌だよな、見た目が。牙大して強くないもんな、牙で。途中で、あれ、こいつソードなんとかあれをな吸収したのにな。切り返し、巻き打ち、もろ手突きからの精密射撃。さあ、ターヤ早いね、なかなか。やべ、強っ、死ぬんじゃない、やっぱり死んでもうた。さあ精密射撃、なんか弱いなかなか弱いな。ちょっともうちょっとレベル上げた方が良かったか。いや、そんなことないな。これ一旦一旦ヒットポイント回復するんだね。戦闘中しかダメージが食らわないってことね。ただ、豆の指輪って何だろう ?1 バトル1度、指輪の力で防御力を高める。あ、そうなんだな。それ使えばよかったやん。で、攻撃の、もろて、ゲンさんは攻撃だね。で、この子が、あ、魔法も覚えてる。ヒットポイント回復。だから、こうだね。T260 を回復。さあ、指輪で、守備力アップ。いいね、こんな何チートアイテム持ってるの最初から強っ。あ、ディフレクトめちゃくちゃ強い、さすがです、ケンさん。スターライトヒール、さあこれで回復をして生き返るはず。20しか効かないのか、危な。なんか動いちょっと弱すぎるだろう。ちょ待てよ、マジマジやべえこれ、しまったな。もろ手突き、これやべ、退却できないね。ってことはゲンさんを死なすわけにはいかないから、ゲンさんを回復、とにかくゲンさんに頑張ってもらうしかない。36、20、いいね、物手付きでこれで倒せる。うわやばい、おお結構回復する。あ、生き返らす時にはダメージは増えないってことね。さあやばい、リュウト君が死ぬ、大丈夫、まだ大丈夫。さあ攻撃をして、もろって巻き打ちとか麻痺させるんだよね、違うかな。さあ太陽ライトヒーローをよくわからん。さあリュウト君を回復、ケン様は結構頑丈だから。お、来たー、スマッシュ。そう、技を新しく覚えるためには派生技といって、どん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 技を使わないといけないからね。さあ、ないない、ヒールライト82。なるほどな、多分機械は太陽ライトヒールで、太陽ライトヒールってなんぞれ、巻き打ち、スターライトヒールでは回復しできないってことね。なるほど、巻き打ち、スターライトヒール、さ、間に合った。まあ、素早さはこっちの方が高いから、まあ、負けるわけない。バルカンすげえな、おい、いやらしいよね。で、死体に打つと、あの、赤い1が出ると思うんですけど、あれは LP って言って、LP が0になると、生き返さすことができなくなります。生き返らすことが。なので、その LP を0にする前に、なんとか倒したい、もしくは、生き返らしたい。かな。はい、クーンちゃんを生き返らせる。ナイス!天地だ、強い!天地だ。いいねー。おっさ、しかもスタンまで。いいじゃない。技をひらめくところはいいね。さあどんどん生き返らして、
毛づくろいでイットポイント回復、コーギー毛がないんだけど毛がないんだけど、うん、頭がツルツルなんだけど大丈夫かな。さあでもってくん、次はくんちゃんも回復、毛づくろい、あ、そっか、いいんだ、電池リランでスタンしてくれ、ナイスー。さあ、ゲンさんの技も覚えたから、なかなか良い戦闘だったと言えよ。はい。筋力はアップ。わかった。あんたの言う通りにする。いや、それ強盗だよね。もう譲ってくださいってお願いをしてから強盗だよね。1万クレジットだ。え？ゼロが2つ多いんじゃない？そんな、あんまりな。やったにくん。やった、もらえた？ 1 万クレジットを払わなくていいよね。びっくりした、メイレンちゃんかわいい、メイレンちゃんこんなかわいいんだね、キャラグラだとそんなあれだけど。さあ、あ、何や、1万クレジットをもらったのかな。1213しかないんだけど、次なる目的地へ行くんですが、ちょっと行かせてください。クーロンへのジップドライブ始めたらクーロンへ行くか、行きます、パスがあるから安っぼったくりだっただろ、やっぱり1万クレジット、クーロンへ行きます、いいね、懐かしい。さあ今度はどこ行くの、メイレン。そうね、ムスペルニブルの指輪の君って呼ばれてるヨーマがいる。ヨーマモンスターってこと。それからジェライクには指輪に関する伝説がたくさんあるでしょう。マーハッタンに売りに出てる指輪もあったし、ヨークランドの富豪が指輪を持ってるっていうし、指輪の持ち主がリージョン間の混沌で行方不明になった噂もあるし、韓国ディスペアには景気100万年の男がいて、そいつが指輪を持ってるらしいの。結構指輪あるね。そう、そんなにいっぺんに言われたらわかんないよ。あ、ごめんね。あー、じゃあ指輪の君のところ行きたいよね、ヨーマ。なのでそちらを先に行くとしてるんですけど、これ何、これエンショップ、これ何、これ金とクレジットを交換するよ。何このクレ、あ、はいはい、金ね、なるほど、6個持ってるから、あ、いいね、600クレジット。お、こっちは、さあこっちに入ると、お、なんだここは、あ、はい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 、ここで、あ、移動できるってことで、間違えた、おーっと、なんだここは、あ、何、イベントが始まっちゃったで、経団誌ね。